生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ、ハルカ。カムロ町にいたのか。またこの町に帰ってきちまったか。けどこの話にはまだ続きがある。なんだと。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見たハルカが、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。まさか、そんな。この子はハルカの子だ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。ハルトの価値ってのは何だ。あの子の父親は一体誰なんだ。ハルカの息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。プレイステーション。